皆さん、こんにちは。今回は、デイリースポーツの取材で、阪神タイガースのキャンプに、参加して見に行ってきました。その話を今回は何人かピッチャーを見たりしてきたんですけども、話をしたいと思います。今回はまあ僕のまあ行く場合はピッチャーが多いんですけども、まあトータル的に新しく入った選手、ちょうど土日が紅白戦だったんで、なかなかそのバッティングの時間にはピッチャーと重なるので、どうしてもバッティングとか見る時間がないので、まあ主にいつもデイリーにもいっぱい評論家がいるんで、どうしてもピッチャーの方を頼まれるケースが多いんですけども、まあ雰囲気とまあ監督とも話をしたんですけども、まだまだそのチーム全体の流れ的なものを見る機会なかったので、監督もずっとブルペンでピッチャーの方いたので、まあ若干だけですけどね、ちょっとだけですけども話す機会ができて、誰が今年はとかいう話、まあ全体的にはなかったんですけど、ちょうど才木投手が投げてたんで、その話、やっぱり才木投手はまあ監督も絶賛でした。まあ、その中で次の日はシートを投げたんです、西純。もうブルペンに来て投げてて、これも素晴らしかったです。もうコントロール、ボールの勢い。まあ、フォームテクニはちょっと去年と変わったかなとイメージで見てたんですけども、バッター立たせながらのピッチングはもう本当にまあ100点に近いくらい出来上がってたかなという感じで見てきました。まあ、ピッチャーの方は去年も素晴らしい成績だったんですけども、まあ心配ないかな。故障さえ出なければ、まあ順調にローテーションのメンバーも、まあ中継ぎにしても抑えにしても、まあ投手陣は心配ないのかなという感じで見てきました。あんまりそういう詳しい、まあ、技術的なことをしなくて、今年の、まあ、期待している選手とか、あんまり話すことはなかったんだけども、監督も見てたら、まあ、いいボール来たら、本当になんかうなずいてた、声も出て、ってうなずいてたのが印象になってたんだけども、まあ、そうだね、まあ、ピッチャーのことは今の中ではいいかなって感じでいたのかなって雰囲気だけですけど、感じました。なかなか投げてるときは、まあそばに来ないでピッチャーのところにいるんで、まあ2日目に行ったときは、まあちょうど気がついてくれて、安藤も一緒にやった優勝した仲間というか教え子なんで、まあ教えてくださいとか、そんな話で、まあちょっと気についたピッチャーのアドバイスを話したり、ボールはいいんですけども、岩貞が投げてたんだけど、まあ、まっすぐは確かにいいボール投げてたけど、変化球の時にこういう肘になってるとか、そういう自分で気がついた点をちょっと話をして、後ろから、まあ、キャッチャーの後ろから見て、そういう話をしながら、まあ、ピッチャーのここをこうした方がいいんじゃないかなという話をちらっとだけして。ではやっぱり僕は才木です。去年手術明けて治って、なんか10日で投げてきたんだけども、内容的にも良かったし、肘の調整具合を見ながら投げて、それなりのボールを投げてたかな。手術するまではあんまり見る機会なかったんですけど、やっぱりいいボール投げてて、ああ、こんなピッチャーもいたのかなって感じで去年は見たんで、それがまあ、今回はデイリーの仕事で、まあ1対1のインタビュー形式で話もできたんで、まあ考え方も、自分でやろうとしてることも、すごいこう、しっかり喋れてたし、まあ、なんとかな、人間的にも、すごいこう、顔もいい顔してるし、自分の中でやりたこと、今、トレーニングしながら、やっぱりこう、投球イニングも投げたいっていう、そういうものを持ってるんで、まあ、その辺は、まあ、今年は頑張るかな。まあ、新聞にも書いて15以上で、やっぱりタイトル取れるような内容で投げて頑張ってほしいっていう話をしてきたんですけど、本当に順調にローテーションを守れたら、15以上は、勝てるボール。まあ、ほんで、本人が一番、まあ、やりたいことはカーブでストライク取って長いイニングを投げたいと、カーブが全然か、コントロールできてないっていうことを聞いたんで、まあ、俺だったらこういうふうにして投げてきたけどっていう話をして、本人もこれでやってみますっていう感じで、聞いてくれてたので、まあ、その辺はすごいこう、やっぱりこう、長いイニング投げるのは遅いボールとか、そういう自分がこう、休めてカウント取れるとか、そういうボールが大事なんで、それにこう、キャンプは取り組みたいって言ってたんで、俺だったらまあ、バッターとベースのどこからから落とすような、それをするとストライクゾーンにこう、しっかりひねれるっていう話をして、
その辺を試してみますって言ってくれたんで、まあまあ、ボールはストレートは本当にもういいストレート問題なく投げれるんで、まあフォークボールも自信持ってる話してたんで、そういう遅いボールでカウント取って、まあ速い変化球で空振り取る、打ち取るっていう考えのピッチングしたいって言ってたんで、まあその辺のアドバイスをちょっとしたりして帰ってきたって感じです。良くなるかどうかは分かんないけど、やっぱり長いイニング投げるには力まないで、そういうふうに投げたいっていうことらしいのよ、聞いたら。な、それには本当はセットポジションじゃなくて、まあノーエンドアップでも腕がこう緩んでる中で動いた方が力は入りづらいよっていう話もしたんだけどね。今のピッチャー、自分がマウンドで投げる形でキャッチボールするピッチャーが多いんで、まあそれは全然問題ないんだけど、キャッチボールくらいはそういうふうに、セットに構えないで、ゆったりした足を上げて、大きいフォームでキャッチボールできた方がいいよって話。それで、あ、こんだけ力抜けて投げれるんだっていうのを感じてくれればいいかな。まあ、マウンド行って試合になったら、自分の投げたいセットで全然問題ないんだけど、まあ、キャッチボールからそういうふうにできるようにした方がいいって話を。そうすると、あ、これだったらすごい力抜けて、うまくいくなっていうのを分かってくれれば、別にセットじゃなくても。やっぱりこう、今のピッチャー、コントロール悪いからセットとか、楽だからセットっていう考えがすごい多いんだけど、振りかぶると、やっぱこうタイミングの取り方が合わないんで、みんなやらないだけで、それが分かれば、やっぱりバッターまで投げるために、間も取れるし、時間も取れるしって、やっぱ俺らはプロでやる以上は、バッターにこう嫌がられるピッチャーにならないといけないから、やっぱりバッターがセットだとずっと足上げてからずっとこう見れるのよね、手の位置とかも。まあ、動いてるったらどこでこうボールが離すかとかって、バッターもこう考える時間がまあ、しないといけないんで、そういうのもやっぱり、プロでやる以上は考えてほしいかなと。細かいけど。まあ、一人だけだったけどね。まあ、こう、才木と西純とかはもう、入ってくれたんで、入らないといけないし、使わないといけないピッチャーなんで、あとは、先発一人と、まあ、抑えにするかどうかのピッチャーが来て、これはまあ、メジャーで投げてるビデオを見て、まあ、すごい強いボールは投げれてた。で、まあ、コントロールもベースの中に投げるコントロールも持ってる。まあ、その辺はもう、まあ、大丈夫かな。まあ、ただ、メジャーで投げてるピッチャーは、いい時のしか取ってきてないから、去年のケラーみたいにね、まだ出来上がってないのをやっちゃうと、ああいう失敗もするんで、まあ、その辺はどうかなと。でもまあ、そのメジャーで投げてる、マイナーとかメジャーで投げてるボールはすごい強くて、ボール離れてからもキャッチャー行くまでも早いし、まあ、変化球も、まあ、全部が全部高さとかあるけども、ベースの中に投げ切れてるんで、いいかなと思いつつ見てた。で、先発候補は、まだだから、新聞にも書いたんだけども、今のがもう自分の出来が100点なのかどうかわかんないんで、今がどうのこうの。もっと70%であれば、もっとスピード出るかなって。これがまあ100に近いんであれば、まあちょっと残念かな。まあ遅くはないですよ、全然。まあ変化球もちゃんとまあアウトコースに投げ切れてるし。まあその辺はだから人数がいるんで競争になるんで、まああとは本人の頑張りかな。まあただね、外国人の場合は取った以上は最初使ったりしないといけないんで、その辺が監督とコーチの考えなんで、僕はまあ何とも言えないですね。まあ阪神はレベルが高いんで、そこに入れるかどうかっていう問題だけで。ちょっと独特なフォームで投げるんだけども、すごいってわけではないね。まあ、それでないと出さないわね、予想は。まあ、ここも全部ね、勝負なんで、今度だから岩貞が先発に回って抜けるんで、その中継ぎの左とか、一人いるけど、渡辺か、誰かいるけど、まあ、その辺をどういうふうに使うか、先発で使うのか、まあ、その辺はまあ、岡田監督はまあ、左が少ないからっていうのもちらっと言ってたけど、まあその辺をどういうふうに使うのか。ファームの方で及川もまあブルペンで投げてたんで、まあまあいいボール投げてたんで、監督はまだまだだって言ってたけど、まあ見る限りは、まあまあいいかなって感じで、まあキャンプ終わるまでにはしっかり仕上がったらまた一軍に呼ばれるくらいのボール投げてたんで、まあ去年なんかでもすごいいいと思った僕の左だからね、まあ伊藤よりもいろんな面では上かなっていう、これからはね。それくらいのボール投げてたんで、ちょっと出遅れた感があって、あまり今は良くないって監督も言ってたから。まあちょうどファーム行ったら投げてたんで、秋山と二人投げてたんで、まあまあいいボール投げてた。
それはもうチームのあれなんで、全部がこう見れなかったんで、どういうので分けてるのか、だから故障上がりなのか、調子が悪いから逃げた。まあ日本なんかもシートを投げに来てたよ。まあシートで投げてた。だからある程度の、できてるピッチャー、まあ例えば秋山とかね、まあ日本なんかもある程度行ったばっかりだけど、年齢的には結構、ソフトバンクで実績も積んでるピッチャーなんで、まあ、日本なんかも手術して、もう問題なく投げれるようになったんで、それでまあ、ファームスタートだと思う。その辺だけだね。だから、去年の後半、本当はまあ、期待したいピッチャーを一軍に上げてみたいっていうのは上げた方がいいんであるけども、まだあそこまでの段階じゃなかったのかなと感じかね。あとは、だから期待できるピッチャーを上げて、まあ人数、だいたい15人くらいになるんだよね。だいたい15から20人くらいで、あんまり行ってもなかなか回りきれないんで、で、そういうので、まあ選んでるのか、ピッチングコーチがどういうふうにこう選んでるのか、なんとも言えないです。あ、行った日投げてた、ちょうど。まあまあ、いい感じで投げてたよ。うん、コントロールもよく投げてた。ボール見る限りは、遜色なくピッチングできたかなと思うけど。まだね、やったって第3クールだからね。うん、その割にはもうしっかり、まあ腕振って投げてたかなって印象はあるけど。これからだと思うのよな。もう、紅白戦はサインもないんで、ただ打つだけなんで、まあスイング見る限りは、まあヒットは出てるけど、佐藤君なんかでも、まあ左ピッチャー投げたらやっぱり三振してるしっていうのもあるし、阪神も、まあ内野もみんなね、コンバートされたんで、その辺はどういうふうにこう使うのかな。こうなると、佐藤君がサード行くんで、これで糸原の出番がこう少なくなっていく。まあ中野とか、その辺を使っちゃうと。まあ、糸原はベンチになるよね。サードできない、セカンドできないってなると。できないと出れなくなる。その辺の、こう、バッティングの良さを選ぶのか、そういうもので選んでいくのか、交代交代ってわけにいかないよね。佐藤君を外すわけには絶対的にいけないんで、まあ、糸原が外れるかな。俺的には、個人的には、そのバッティングの仕事さは変えたいなと思ってるんだけども、それを中野とか、小畑とか、その辺がね、木浪とかをショートにしておいて、どうするのか、守備力を優先するのかっていうのが、これからオープン戦をやりながらになるから、今の段階では、まあ、1試合しか見てないんで、なんとも言えないとこだね。やっぱりでも、一番はっきりしてるのは、まあ、ダメなもんはダメっていうものを岡田監督は持ってるんで、その辺のところがちょっと矢野監督と違うところかなっていうのは、ちょっと期待してるんだけど。全然大丈夫だって、やっぱり優勝候補だと思うし、去年のピッチャーの成績から見て、チームボールやつが2点台ってなかなかできないんで、まあ、そのメンバーが全部がいるっていうことで、もっともっとその層が厚くなってるんで、ピッチャーの。まあ、あとはやっぱ去年と一緒で、打つ方がどれだけこう長打が打てて、トータル的に、だからメンバー的にいけば、すごいこう揃ってるチームなのはずなんだよね、足速いのがいる、まあ、長打も打てるのもいる。まあ、しぶとく打ってるのもいるっていうので、それがまあ、噛み合わないで、やっぱり去年なんかでも長打不足なのかなっていう、外国人がね、やっぱ故障で出なかったり、それで外されたりしてたんで、新しい2人がどれだけこう打ってるか。で、やっぱり外野も厳しくて、ライトに、ちょっと名前今出てこない2人のうちどっちか、レフトを両方守るのか。もうそうすると、今まで出た島田とかね、その辺が外れてしまうっていう、競争も厳しい。内野も結構厳しいっていう中で、こう、それ上がってきたら打線的にも良くなるのかな。だから、ただね、シートと紅白戦見たけど、まだスイングの強さがどれくらい振れるのかっていうのは見れなかったんで、まあ、ヒットを2人とも1本ずつ打ったんだけど、もっとガンと振れるような、こう、スイングじゃなかったんで、まだまだこれからなのかなって感じ受けた。やっぱ大山とね、佐藤の2人の長打だけではちょっと寂しいんで、このどっちかがそれくらいの20本以上打てるスイングができたら、まあ楽しみかなと。あとはね、どこで打つかになるんだけどね。